今日ね、うん、朝まあ昼からだったんだけど仕事が、はいはい、で急にね電話がかかってきて知らない番号から、うん、なんだろうなと思ったら今からお宅にテレビ配送するんで自宅にいてくださいねって言われて僕テレビ買ったんですよ。おお、買いたいっていう話をなんか、はいはいはい、ラジオでもしてたかもしれないけど、ね、うん、それがとうとう届きましてね。本当は昼まで寝てたかったんだけど、朝一で来ちゃったらさ、でもワクワクしちゃってさ、昨日寝るのすんごい遅くて、はいはい、で、本当4時間ぐらいしか寝てなかったんだけど、うん、まあ、テレビ来るわと思って、ゲームやりてえしと思ってさ、うん、買ったんだけど、すごいでかくて、お、想像以上、何インチ ?65 インチ。でかー、あ、ごめん、ちょっとよくわかんないな、でもどんぐらい。65って想像が。写真撮ったから見る。どれぐらいなんです？ 65 って。びっくりするぐらいね、その、なんだろう、最初もっとでかいの買おうとしてて、危なかった。そんなん買ってたらほんとね、入らないとこだった。どんな感じなんで。あ、でかっ、でかっ。これね、写真で見るよりさらにでかくて。てか、なんかおしゃれな家だな。まあ、それはいいんだけど。家具のチョイスがまた、ものすごいでかくてさ。綺麗な感じじゃないか。しかもすごい綺麗なの。うん、へえ、映像が、その有機 EL？ テレビ的には。そうそうそう、テレビ的に性能がいいやつをもう奮発して買っちゃってさ。うわ、いいなぁ。どうしてもゲームがね、それで。まあ、テレビも見たいけど、ゲームもやりたいなと思って。まあね、まあ、使いますからね、それでね。そうそうそう。しかも、なんかこう、なんていうの？ Android TV っていう、なんかこう、テレビの中にスマホみたいな機能が入ってて、アプリがこう、あんの。だから、いろんなこう、動画サイトが YouTube 見れたりするのよ。うん、だからもう、早速 YouTube かけたりしたんだけど、うん、僕、そのでかいテレビ買って何したいかって言ったら、うんうん、AV みたいな。まずそれをしたいって言ってすごい起きちゃったんだよね、朝に。それでウキウキワクワクしちゃったんだ。ウキウキワクワク。朝の9時くらいに。これで見れるぞって電話を。で、なんかでもアプリの中にそういうのあんのかなと思ったらちゃんとあるんです。あるん。ちゃんと僕みたいな人のためにそういうアプリがあって。どこの回し物なんですか。何をこう PR してるの？そういうね、僕が買ってる動画配信サイトのアプリがちゃんとありまして、それ朝一で見てたんだけど。見てるなよ。朝から。あのね、大画面で見るもんじゃない。うるさいな。だってさ、実物よりでかいんだもん。待って、これさ、広げてもいい話を。はい、大丈夫。掘り下げてもいいんですか、はいはいはい、やっぱ一番最初はさ、やっぱ記念すべきじゃないですか。うん、その大きいテレビで。そうですね。どういうのを見たんですかね。そこですね。なんかこう、何をこう選ぶんですかね、やっぱ。まあ、でかいからか理由があるんですか、なんか。うん、まあなんか、一人称視点な方がいいかな、なんて思ってね。そういう感じのものを選んだんですけど。なるほど。おう、そうすると巨大なわけ。そういうことだよね。そうそう。鏡みたいな感じじゃないんだもんね。とんでもない。拡大されてるわけだもんね。とんでもない大きい女の人が映ってなんかこれちょっと違うな。大迫力で見るものでもなかったなかったなっていうのは気づいた。そうだよ、うん。だから本当に、もう荒い、もう、やつで。そっちの方が、なんか、趣があるもんなんだなって思った。ちっちゃい、なんか PC みたいなやつでね、ザーっていう中で、見る方が、うん、すごいね。夢があるよね。うん、なんか、メイクの荒とかも見えちゃうのか、画像、画質が綺麗すぎて、そっちが気になっちゃってさ。うん、でかいとそっか、そういうところになるんですよ、ね。毛穴開いてんなとか、ね。やめなさい。あれ、目充血してる、疲れてんのかなとか、なんかそういうどうでもいいこと考えちゃうから。実物より多分その見えるようになっちゃうもんね、きっと。そう。うん、そうなんだよ。絶対そうだよね。だから、よくないよ。よやりませんよ。そんな忠告を受けなくても。あれは小さい画面で見る趣があるんだなっていうのを発見した。いや、まあね。うん。だからあんまもう見ないかもしれない。そのテレビではね。そうそうそう。でもゲーム専門になるかもしれないな、それ